触手触は中国の伝統的な刺繍技法の一つであり主に四川省の地域で発展してきましたこの技法は約2000年以上の歴史を持ち中国の刺繍文化の中でも特に優れたものとして知られています触手の特徴は繊細で細やかな糸使いと豊かな色彩表現です一般的には絹糸を用い細かい模様やデザインを繊細に刺繍します 触手の作品には花や鳥、動物、風景ななどががよく描かれそれぞれれそぞ緻密糸使いで表現されますの技法は非常に複雑であり熟練した職人によってのみ作られることができます彼らは細かい針り使いや異なるステッチを組み合わせて美しい模様を作り出しますまた触手には伝統的な模様やデザインパターンがあり これらはしばしば文化的な意味や象徴性を持っています。触手は衣服や家具、アクセサリーなどさまざまなアイテムに利用されます。特に伝統的な中国の衣装であるチャイナドレスやチャイナブラウスなどによく見られます。また、触手の技法は近年、現代アートやファッションにも取り入れられ、新しいスタイルやデザインの創造にも活用されています。は、 その美しさと独特の技法により中国の伝統的な工芸品として高い評価を受けています血糸は中国の伝統的な刺繍技法の一つですこの技法は主に絹糸を使って布地に模様を織り込むことで行われます血糸の特徴は非常に細かく複雑な繊細な刺繍でありその美しさと芸術性で知られています 決死の起源は古代中国に遡りますが、特に東大、618年から907年に発展しました。東大には、宮廷での繁栄と文化的な発展に伴い、決死は贅沢な装飾品や宮廷服として広く使用されました。その後も、総代、960年から1279年、や秋代、1368年から1644年など、 中国の歴史の中では重要な役割を果たしました。決死の技法は非常に複雑で、熟練した職人が多くの時間と労力をかけて作業を行います。彼らは、細かい模様やデザインを糸で織り込み、緻密な刺繍を作り出します、の作品には、花や鳥、動物、風景などがよく描かれ、その細部までの精緻さが特徴です。決死の作品は、衣服、家具、 壁飾りなど様々なアイテムに利用されます特に中国の伝統的な衣装や宮廷服そして宮殿や寺院の装飾などによく見られます近年では決死の技法は現代アートやファッションにも取り入れられ新しいスタイルやデザインの創造にも活用されています決死はその美しさと芸術性により中国の伝統的な工芸品として高い評価を受けています 刺繍サンプルとは刺繍技法を示すために作成された小さな刺繍の作品やパターンのことを指します。これらのサンプルは特定の刺繍ステッチや技法、デザインの実演や実証に使用されることがあります。刺繍サンプルは刺繍を学ぶ人々にとって有用であり、練習や参考として利用されます。刺繍サンプルにはさまざまな種類やスタイルがあります。例えば、特定のステッチ。 バックステッチ、ステムステッチ、フレンチノットなどを実演するためのサンプルや、特定の素材、絹、リネン、キャンバスなどに対する刺繍の効果を示すためのサンプルがあります。また、刺繍サンプルには、花や動物、風景などのデザインが描かれることが一般的で、これらは刺繍の実際のプロジェクトに応用する際のアイデアや参考として活用されます。刺繍サンプルは 刺繍の技術や芸術性を向上させるために使用されるだけでなく刺繍の教材やワークショップで使用されることもありますまた、刺繍アーティストやデザイナーが新しいアイデアやデザインを試すための手段としても活用されます刺繍サンプルは刺繍の世界における重要なツールでありその使い方や作成方法は刺繍の技術と美学を探求する人々にとって貴重なリソースです